アンファニー・ハーダウェイ、アンファーニー・レオン・ハーディウェイ、1971年7月18日対は、アメリカ合衆国テネシー州メンフィス生まれの元バスケットボール選手。バスケットボール指導者。NBA のオーランドマジック、フェニックスサンズ、ニューヨークニックス、マイアミヒートでプレーした。愛称は、ペニー。身長2メートルの大型ポイントガードとして活躍。1996年には、ドリームチームさんのメンバーとして、アトランタオリンピックで金メダルを獲得するなどリーグを代表するスター選手の一人だったが、2000年以降は、負傷により、プレーを制限され、以前のような活躍を見せることはなかった。幼少時に父が家族の元を去り、母は歌手になるため実家を離れたため、ハーダウェイは祖母に育てられた。祖母はハーダウェイを可愛いという意味のプリティの訛りで呼んだ。この呼び名がペニーと聞こえたため、後にあだ名として残ることになった。高校時代のハーダウェイはテネシー州を代表するバスケットボール選手で、大学は地元のメンフィス州大学、現在のメンフィス大学を選んだ。大学1年の時には、学業の不振により、大学のチームでプレーできなかった。また同じ1年生の時にハーダウェイは強盗に銃で足を撃たれたことがあった。2年生になると成績が向上し、チームへの参加が許された。ハーダウェイはチームを代表する選手として活躍し、シーズン後には1992年、バルセロナオリンピックに出場する初代ドリームチームの連相手として組まれた学生選抜に選ばれた。ハーダウェイ同様長身のポイントガードだったマジック・ジョンソンは鏡を見ているようだとハーダウェイを評した。3年生の時には平均22得点、8リバウンド、6アシストを超える成績を残し、プロ入りを決意した。ハーダウェイがプロ入りする1993年の NBA ドラフトではオーランドマジックが1位指名権を持っていた。マジックはクリス・ウェバーを指名し、ゴールデンステート・ウォリアーズが3位でハーウェイを指名したが両者はドラフト当日中にトレードされ、ハーダウェイはマジックに入団した。以後ハーダウェイは毎シーズンにマジックに1位指名されていたシャキール・オニールと共に無の中核となった。1994年にはスコッティ・ピッペン・オールスター・クラシックでマイケル・ジョーダンと組み52得点を記録し、ジョーダンを再び NBA に呼び戻すきっかけとなった。1993から94シーズン、シューティングガードで起用されることも多かった。オーランドのファンはウェバーがチームに加入することを期待していたためハーダウェイには冷たかった。ハーダウェイの活躍により、徐々にファンからも実力を認められるようになった。ハーダウェイは、例えるならば、カモシカのような身体能力でスリーポイントを打ったかと思えば、リングに切り込んで力強いダンクを決めてみせ、ジョーダン並みのダブルクラッチもやってのけた。細身でありながらも、どんなプレーも難なくやってのけるハーダウェイに、次期ジョーダンの期待をしたファンも大勢いた。ハーダウェイは、NBA オールルーキーファーストチーム、新人のうち優れた5人の選手に選ばれた。プレーオフ1回戦では、インディアナペイサーズに3連敗し敗退した。1994から95シーズンは、ポイントガードとして定着する。チームは57勝25敗。オール NBA ファーストチーム、リーグ中の優秀な5人の選手の1人に選出された。2年目のシーズンから4年間連続でオールスター戦の先発選手にも選ばれ、ハーダウェイはリーグを代表する選手の一人になる。プレーオフ2回戦で現役に復帰したマイケル・ジョーダン、率いるシカゴブルズに勝利。NBA ファイナルに勝ち進んだ。若手が中心で創設6年目のチームとしては快挙だったが、マジックはヒューストン・ロケッツに4連敗で敗れ念願のチャンピオンリング獲得には至りなかった。翌1995から96シーズンは開幕前にオニールが負傷して欠場したこともあり、チームの戦力は落ちたが、ハーダウェイの活躍でチームの勝率は良かった。オール NBA ファーストチームに2年連続選出され、チームもリーグ屈指の60勝22敗という成績だったが、プレーオフでは NBA 史上最高の72勝10敗という成績を記録したシカゴブルズに敗退。このシーズンを最後にハーダウェイとの関係が決裂したオニールがロサンゼルスレイカーズに移籍したためハーダウェイがリーダーとしてチームを率いることになった。翌1996から97シーズンの開幕戦でハーダウェイらオーランドマジックは日本を訪れた。オニールが移籍し、またハーダウェイ自身も膝の怪我のため23試合欠場したためマジックは苦戦するが、プーオフに出場し1回戦のマイアミヒート戦では平均 31.0 得点と活躍したが敗退している。翌1997から98シーズンも同じく膝の怪我で出場した試合は19試合に止まった。チームはプレーオフに出場できなかった。以降、ハーダウェイの個人成績は怪我をする前の水準に戻ることはなく、ハーダウェイはオーランドマジックの観客にブーイングされることもあった。1998から99シーズンは33勝17敗と勝ち越したもののプレーオフでは1回戦でアレン・アイバーソン率いるフィラデルフィアセブンティシクサーズに1勝3敗で敗退。またチャック・デイリーヘッドコーチと起用法をめぐって対立していたこともあり、ハーダウェイは移籍を志願し、サイン&トレードでフェニックスサンズに移籍した。ジェイソン・キッドは、ハーダウェイとのコンビの期待感から、バックコート2000と呼んだ。1999から2000シーズンは、移籍先のサンズで、ジェイソン・キッドが先発のポイントガードだったため、ハーダウェイは、シューティングガードとしてプレー。平均得点 16.9、リバウンドとアシストは5以上とまずまずの成績だった。プレーオフでは、チーム最多となる。平均 20.3 得点と活躍する。1回戦で前年 NBA ファイナルを制していたサンアントニオスパーズに勝利したが2回戦のロサンゼルスレイカーズに敗退した。翌2000から01シーズンはふくらはぎの怪我のため4試合のみの出場に終わった。翌2001から02シーズンは80試合に出場したものの先発は55試合に止まり、個人成績にも低下が見られた。前シーズンに私生活でトラブルを起こしたキッドがニュージャージーネッツに放出され、新たにサンズに移籍してきたステフォン・マーブリーとはマジック時代に試合中に口論となったことで不仲説が取り沙汰されていたこともあり、チームの雰囲気も悪くなってしまった。そのためチームの勝率は大きく落とし、プレーオフ出場も逃した。翌2002から03シーズンの出場試合は58試合。チームも若いジョー・ジョンソンを重視しハーダウェイはサンズのチーム構想から外れていくようになった。翌2003から04シーズン途中にマーブリーと共にニューヨーク・ニックスへ放出された。ハーダウェイが先発する試合は少なく、ベンチから起用されることが多かった。プレーオフ1回戦でキッド所属のニュージャージーネッツに敗退するも、平均 16.5 点と活躍する。翌2004から05シーズンは37試合と限られた出場の機会をすべて控え選手として過ごした。翌2005から06シーズンは膝の状況が改善しないため4試合の出場に止まり、シーズン中に古巣のオーランドマジックに放出された。しかし年俸が非常に高額であったためマジックはすぐに契約を放棄した。2007年8月10日。マイアミヒートと契約したことを発表した。オニールと再びチームメイトとなったが19試合を過ぎ5勝14敗と大きく低迷していたところで解雇された。その当時のヘッドコーチパット・ライリーはもし14勝5敗だったら彼とシーズン終了まで契約を結んでいただろうと語っている。その後は事実上の引退状態になった。現在はメンフィスグリズリーズの小口オーナーを務めている。2018年3月19日、母校メンフィス大学のヘッドコーチに就任することが発表された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。